ゆっくりムービーメーカーは、まんじゅう使いのおもちゃ箱で配布、開発しているゆっくり実況プレイ動画用の動画編集支援ソフトである。主にニコニコ動画、YouTube 等の動画投稿サイトでアップロードされているゆっくり実況動画の作成に使用されている。愛称は YMM である。YMM が登場するまでは、セリフを専用ソフトで保存、動画編集ソフトにセリフを配置、 字幕や背景などを配置、キャラクター配置などの作業を別々でする必要があった。それを YMM ではほぼ一つの作業で終わらせることができる。フリーウェアのため無料で使用することができる。このソフトの主な機能となっているキャラ素材の使用及びエビへと用スクリプトはゆっくり、ムービーメーカー独自の機能ではなく、ズーズ氏によって、 ニコトーク用に制作されたものを使用していたが、現在開発中の YMM4 では、独自機能となっている。YMM1 では、ゆっくりボイスを入力すると、それに合わせて喋るという、これ以降のバージョンの主なプログラムとなっている。次のバージョンである YMM2 のバージョンアップは、内容が多く、字幕機能やキャラ素材連携。 カット、倍速やゆっくりボイスの連携機能が強化されたのも YMM2 からである。YMM3 では、ボーカロイドとの連携、角度の変更、操作感の向上、元に戻すやり直し機能などが主であったため、YMM1 から YMM2 ほどの大きな変更はなかった。しかし、現在最新となっている YMM4 ベータは、アクアストーク渋滞を CBO 専用 API 対応、ボイスボックス対応、動画出力機能、倍速プレビュー、正確なプレビュー64ビット対応、フィルター機能などと YMM3 から飛躍的に機能が強化されており、日々いろいろな機能が追加されている。その代わり、3にあったズーズ氏によるキャラ素材スクリプト機能は2021年2月、現在なくなり、 動く立ち絵という独自の機能が追加されている。配布形式は YMM3 の場合 z i p 形式、インストーラー形式の両対応。YMM4 はネットコアを利用する関係上、インストーラー版の配信は終了されており、ZIP 版のみとなっている。動画、画像など様々なファイル形式に対応しており、それらで字幕や図形の追加、音声の追加、 エフェクトの追加など簡単な編集を行うことができる。YMM3 までは自身で動画出力機能を持たないため ABA と互換ファイルを出力することにより ABA 側で出力してもらっている。そのため YMM で動画編集をしたい場合 ABA とも必須となる。しかし YMM で作成した ABA と互換ファイルを ABA とで読み込むと スペックが低いパソコンでは著しく重くなるため注意。しかし YMM4α からは自信で動画出力機能を持っているため ABA とは必須でない。ありがとうございます。